そう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 、最近ねちょっとツイッターの方でもフォロワーさんがちょいちょいこうフォローして、フォロワーさんがじゃないな、フォローしていただく方がちょいちょい増えてきてすごい嬉しいんですよね。もう別に僕全然無言でも、まあ、一応内容見させていただいて、まあ別に普通の人であれば全然フォローはしますんで、はい、あ、そう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 、そのフォローでちょっと気になったんですけどね、ある方とちょっと今日なんかおまけでこういうのついてきましたで、こうピザのつぶやきをされてた方がいて、でそれで、まあ、それがねピザハットっていう、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、宅配ピザのピザハットさんのこう画像が映ってたんですね。で僕もピザ頼むならいつもピザハットなんです、うん、っていうのがあったんで、まあいつもそうなんですみたいな感じで、で僕ね特馬やったっけな、プルコギのやつが好きで必ずハーフ&ハーフにしたりとかして、それをまあ頼むみたいな、僕そのプルコギが好きなんですっていうことを言うてたら、そのねピザハットさんからこう、いやそんな言うてもらってありがとうございます的なみたいな、のいいねとかなんか突き出して、ほらなんかそうやってご愛用しててありがたいです、ありがとうございます、わざとメッセージも丁寧にくれはって、でこうみんなに引用のリツイートでね、こうないただいたでも嬉しかったんでみんなにお伝えしてたら、今日ですね、昨日の話それで、ほんで今日、まあ、家で晩ご飯食べてパーッとなんか、あ、また携帯鳴ってるわと思って見たら、ピザハットさんの方からフォローしていただいて、フォローと思って、まあ別にね向こうもその担当の方が普通にツイッターされてて知ってるのは重々分かってるんですけど、まあでもねかなり有名なお店なんで、そこにフォローしていただけすごいやっぱありがたいですよね、っていうか嬉しいですよね、なんか、うん、でまあフォローバーさせていただいたら、まあまあ何かとまだこういろんな情報とかも分かって、まあ頼むならね絶対そこなんでいいかなと思ってやってました。皆さんもそんなあるんですかね、こうなんかちょこっとつぶやいたりしたら、うん、そこの企業であったりなんなんね、そういうのであったり、お礼というかいいねがついたりとか、そういう反応が来たりとかってあるのかなって思うんですよね。でもあんなどうやって僕にたどり着いてるのか全然わからないんですよね。もしかしたらその会員になられてる人、そのピザの方がピザハットの会、まあ、会員にはなられてると思うんですけど、そのツイッターのフォローされてて、で、あ、買っていただいた方やって感じ見てる中で、僕はそういうこと言うと見てっていうつながりなんかな、まあ、でもそれぐらいしか考えられへん。まあ別にねいいことなんで、どんな形であれこうやってつながりが広がるって、うん、いいなと思うんです、はい、しかし皆さんどうですかね、この夜に走りながらぐだぐだ話してるのって、うん、僕結構、まあ、もちろんね昼の方が景色見れてもちろんいいですけど、夜は夜でなんか好きなんですよね、こう、まあ、当たり走るのがなんかね、こう本来家にいてご飯食べたり、まあ、お風呂入ったり、まあ、もう今日はもうお風呂もご飯も済ましてきてるんですけど、ね、僕は仕事がだらだら走ってるみたいに仕事が終わって、まあ、実際だご飯の段取りしてご飯食べたりしてる時間をあえてバイク乗ってるっていうのがね、なんかこう優越感というか僕は楽しいなと思うんですよね、そういうのを、うん、まあ、皆さんも、ね、それぞれ趣味があってこういうのしてる時楽しいわっていうのいろいろあると思うんですよね。僕もともとはまあね運動もちょいちょいしてましたし、でまあカラオケも好きなんですよね、うん、っていうのがあって、まあ、カラオケ行ったり友達とね行ったりとかっていうのもあって、でまあその B 級グルメ的なもんですよね。そんなお金を出さずに美味しく、まあ、明日近場でまだ行けるとこ探したりとか、そんな風にして遊んだりはようしてたんですけど、もう今はそうですね、バイクですね、うん、そうそう、なんか何年か前からこう何もみほぐしとかでマッサージというかああいうのも流行ってて、僕まあ
10日に1回、月2回か3回ぐらい行って、あれはあれで、なんか、うん、この、まあ、ストレス発散にもいいかなと思って行ってたんですけど、まあまあ、上回りましたね、それは。うん。お、そろそろ、これ左曲がって上がっていったら、名阪国道に入ります。名阪国道入ったら10分か15分ぐらいでもう針つくんで、15分ぐらいかな、で針につくんで、そうですね、またじゃあ前回とまあ同じような感じですけど、またね針がつく手前ぐらいで録画を開始して、あ、みんながヤハルっていうとこ行こうかな、で、まあみんないるかどうかが分かんないんですけどね、いい日だったらさっき言ったみたいにコーヒー飲んでちょっと一服して、一服ってまあ僕タバコ吸ってないですけど、一服して帰ろうかな。でもいいし、ミネッチが今日夜、ミネッチがね結構遅まで頑張ってるんで、9時10時まで仕事して、その後夜もなんかうん、いろいろしてるんで、その用事がないって言ってたんで、まあ鳴らし運転また100キロ言ってたんでね、まあそれ京都の方戻って一緒にちょっと1時間ほどブラーッと走りに行ってもいいかなと思うんです。で、まるちゃんもさっき LINE ペコペコ入ってたんですけど、うん、なんか、行きたかったみたいな感じで、まあ、乗り出そうにしてたんで、また張り付いて連絡取り合って行ってみてもいいかなと思うんです。よしよし、じゃあちょっとここからも名阪国道の方に上がりますんで、一度、撮影をストップして、また後で開始したいと思います。ではでは、一度失礼します。ということで、ハリテラスの方まで着きました。ちょっとね、今登ってくる最中に右側から来た先端を多分、うん、シュン君やね軽く、まあ流してはいたし飛ばしてはいいんかったけど、久々に会うな、シュン君。はい、曲がって曲がって、誰かいんのかな。今ね、8時54分です。あー、久々のこれや。おお、結構止まってるな。静かに行こうかな。静かに行こう。じゃあ、なんかハリテラス来んのも久々やな、よく思えたら。うん。さあ、トラックの正味な寝たはんな。さあ、もうすぐ到着ですよ。さっきね、ちらっとね、LINE で画像送ってきてくれた人間がいて、見たら結構ね、止まってたんで、まあ、あの平日のね、天気のいい昼間ほどではないと思うんですけど、夜なんで、まあね、土曜日僕みたいに仕事の人、まあ仕事やけど僕こうやって来てますけど、いるから、そこまで多くは集まってないと思うんですが、楽しみですね。どれぐらいいるのかな。まだいるかな、みんな。お、結構止まってるよ。止めようかな。じゃあ、ということで、みんなとちょっと食べてきます。ではでは、なんかバラバラしてる人いんな。では一回失礼します。距離的にどれぐらいがいいですか。その出口の出ぐらいで、この辺ぐらいで。
ちゃあったかそう。めちゃめちゃあったかそう。本当寒いっすよ。エビューさんの後ろ持ってかれた。なんですか。このラインぐらいがちょうどいいらしくて。フルメッシュめっちゃ寒いんですけど。パンダさんが中心らしいですよ。マジですか。畑さんまで。ここらもういいです。えらいこうなるんです。怪しい。ヘルメットか俺めんどくさいわ。でも一緒にこうやってやってきますね。見に行ってるもんね。いいか。12秒。また一生懸命走るやん。行きます。長い。長い。あれ光もせえへんかったけど。スタートしてないんじゃん。壊れたんちゃう。あ、来た来た来た。さっきはですよ。他社とかじゃないの。ありがとうございます。もう一回行きますか。取れてました。チェックして。はい、お気をつけて。お疲れ様です。ありがとうございます。また。ジェギーさんまた。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、また。はい、まったり帰ります。うん。バイバイバイ。でも今日はな、結構いろんな人集まったな。あれ JKD さんとか、うん、ゼンドさんとか、あと元ブロガーやったら ABO さんか、うんうん、はい、じゃあおやすみ、チャオ、おーい。ということで、今日はそういう、200人突破の報告と、あとはね、そのさっき言ったハリテラスで JKD さんやゼントライダーさん、もともとゼントライダーさんが呼びかけをしていただいて、まあ、夜の8時半にっていうのでやったら結構ね人数集まって、でちょっと録画はしてなかったんですけど、そのまま結構ハリテラスから近所のところのファミリーレストランへ、みんなでまあちょっとご飯なりちょっと軽く食べてワイワイ喋って、でまたハリエ戻ってきて喋って、まあ、12時ぐらいに、まあ、日も変わるからっていうタイミングでじゃあ解散しましょうっていう感じで行ってきました。いやー、なんか久々に夜走ってこうやってするのも楽しいですね。うん、まあ僕も実はまあ明日ね5時半に起きてまだ仕事なんですけど、今12時40分です。はい、
っていう感じで、まあまあもうこの時間になったらこの奈良公園の近所もこんなガラガラっすね。いや僕もちょっと気をつけて走って帰ろうと思ってますので、まあまあこのようなちょっと今回短編になると思うんですけど、ちょっとご報告を兼ねた、まあ、あの動画になりました。そうですね、またちょっとブラブラ京都の街走りたいなと、まあ、ブラブラもういつもね目的なくその思いつきで走ってるやつなんですけどね、またグダグダ喋ってやる動画も撮っていきたいなと思ってますので、その時もご視聴よかったらお願いします。ではでは今日はこんなちょっとナイトツーリング夜で、うん、こんなメーターみたいな感じでやってましたけど、ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、ちょっとこんな暗いところで最後申し訳ないです。ありがとうございました。ではでは、チャオー。